イスラエル空軍第119飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍の飛行隊である。別名としてバットスコードロンとも呼ばれる。第119飛行隊は、第二次中東戦争直前の1956年9月に、テルノフ空軍基地で編成された。最初の指揮官は、ヨアシチドンで、彼は、イスラエル空軍での全天候戦術ドクトリンの提唱者であった。 事前に2名のパイロットがイギリスに派遣され、夜間戦闘機であるグロスターミーティア NF-11 の訓練を受けており、彼らの帰国とともに、この飛行隊が編成された。翌月、イギリスから6機の購入契約を交わしたミーティア NF-13 のうちの2機が、第119飛行隊に到着した。第2次中東戦争には、この2機のミーティア NF-13 で、 作戦参加し大きな戦果は上げられなかったが10月28日の夜にはエジプト軍のイリューシーンいるマイナス14を撃墜した。これは第119飛行隊のミーティア NF-13 による唯一の撃墜記録となった。第2次中東戦争後イギリスが残り4機のミーティア NF-13 の供給を中止することにしたためイスラエル空軍では 夜間戦闘機の不足を補うため、フランスから複座型の全天候夜間戦闘機である、ボートゥールイーンを7機導入することに決め、1957年5月に購入契約を結び、1958年3月に第119飛行隊に配備された。この後、4月にはイギリスからも残りのミーティア NF-13 が供給され、こちらも合わせて、 1> 第119飛行隊に配備されたが、うち1機は輸送中にフランス国内で墜落し、この機の残存部品はスペアパーツとして使用された。このため、第119飛行隊のミーティア NF-13 は合計5機となった。1963年になると、第119飛行隊は再編成のため一旦活動停止し、ボートゥールインは 第110飛行隊に移管されることになった。第110飛行隊は戦闘爆撃を任務とする飛行隊であったため、ボートゥールインの夜間戦闘用レーダーは取り外され、対地用、対レーダー用攻撃機として運用されることになった。ミーティア NF-13 も第119飛行隊の装備から外され、こちらはイスラエル軍から退役した。1964年3月になって、 1> 第119飛行隊はイスラエル空軍で3番目のミラージュ・ファイクジを運用する飛行隊としてそれまでと同じテルノフ空軍基地で再編成された。タンザ戦闘機型のミラージュ・ファイクジ24機に加えて2機の偵察型ミラージュ・ファイクジ、2機の複座型ミラージュ・ファイビジェが配備された。1967年6月の第3次中東戦争においては 1> 第119飛行隊は最初の奇襲攻撃には参加せず第2敗港の攻撃作戦でシリア軍、ヨルダン軍の拠点への攻撃を行った。第119飛行隊はこの戦争でイスラエル空軍の飛行隊ごとの戦果で最高となる19機の敵航空機撃墜を記録し損失は2機であった。またこの戦いで第119飛行隊所属のギオラロムが5機の敵機を 撃墜し、イスラエル空軍発のエースパイロットとなった。1967年から1971年にかけての消耗戦争期間には、エジプト軍、シリア軍の戦闘機との空中戦が繰り返し、発生しており、九9 7回の空中戦が行われ、イスラエル空軍全体で合計101機の敵航空機を撃墜している。この記録の多くは、ミラージュ3によるものであった。 そしてイスラエル空軍の損失はわずか5機であった。消耗戦争中の1969年9月11日に発生した空中戦では第3次中東戦争のトップエースであるギオラロムが撃墜され、その後3ヶ月間エジプト軍の捕虜となった。またこの頃に第119飛行隊のミラージュファイク時のうち2機が機種部分を延長し、偵察用カメラ機材を搭載した。 偵察機に改造されている。1970年には、この2機の特殊改造機と2機のミラージュファイクジは、第101飛行隊に移管された。1970年の後半には、第119飛行隊は、ラマト・ダビド空軍基地で海 -4E 戦闘機を運用する飛行隊として再編された。1971年には2機の偵察型 RF-4E が、 1> 第119飛行隊に配備された。1973年の第4次中東戦争、1982年のガリラヤの平和作戦における第119飛行隊の活動の詳細は伝えられていないが他の回マイナス 4E を運用する飛行隊と同様に作戦参加したものと思われる。また、第4次中東戦争後、第119飛行隊は ラマトダビド空軍基地から、フルスノテルノフ空軍基地に戻ったとみられる。1987年から1992年に、かけて、第119飛行隊の海マイナス 4E は IA、IAI による近代化回収を受け、クルナス2000相当に回収された。2004年12月28日になって、第119飛行隊は、第253飛行隊に続いて、 イスラエル空軍で、海 -16i スーファを運用する2番目の飛行隊として再編成され、拠点を南部のラモン空軍基地に移した。第119飛行隊はこの時点まで、海 -4E、クルナス2000の運用を続けていた最後の飛行隊であった。ありがとうございます。